なのお団子も綺麗よ。お姉ちゃん楽しそう。私もお姉ちゃんと作りたいけど。お姉ちゃんいつも私と一緒だし、きっとお友達と一緒に遊びたいよね。一人でも作れるし大丈夫。この粉をつけてと。お団子丸めるの難しいな。でもまん丸のお団子かわいい。そうだ、もっと綺麗なまん丸にして耳をつけてうさぎのお団子にしよっと。耳を作ってと。かわいい。え？いい、一人で作る。私はこのお団子を作りたいから、いい。と一緒にやると楽しくない。だったら一人で。しーちゃん。はしーちゃんのお団子うさぎさん、とっても可愛いわね。うん。ねえ、お姉ちゃんにもうさぎさんの作り方教えてくれないかしら。いい。うん。お姉ちゃん、お友達と一緒にやって。私は一人で大丈夫だから。しーちゃん。はあ、あのね、しーちゃん、私みんなと作るのも楽しいけど、しーちゃんと一緒に作りたいなって。でもそれにね、こんなに可愛いウサギさんのお団子、しーちゃんにしか作れないもの。お姉ちゃんも一緒に作ってみたいの。だからお願い、ウサギさんの作り方教えてくれないかしら。はあ、いいよ。ありがとう、しーちゃん。ねえ、そのウサギさんどうやって作ったの？これはね、お団子持って帰っていいんだ。しーちゃんの作ったお団子かわいいから、お母さんたちきっと褒めてくれるわね。早く見てもらいたいね。うん。